それでは本日もユニークキャリアラウンジ始めたいと思います。えー、本日 MC を務めます黒沢さみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、こちらはですね、毎朝ユニークな生き方、働き方をされている29歳以下の方をお招きして、今に至るまでのストーリーをお伺いするものです。えー、本日はですね、第850回ですね、えー、日々の行動シーンを持ち、直感を信じる。 ジョインズ株式会社執行役員 CPO 中垣智春さんの人生観に迫るというところで中垣さんにお越しいただいておりますおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします,ます本日はよろしくお願いいたしますそれではまずはじめにですね自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうかはい えっと、中垣と申します。えっと、今はあ、いわゆるフリーランスという形で、業務委託で何社か関わっております。で、一番メインなのが、えっと、ジョインズ株式会社というところで、執行役員兼、えっと、シーフプロダクトオーナーでしたっけ、オフィサーか。失礼しました。<laughs> CPO を、えっと、やっております。なので、CPO なんですけど、週3ぐらい関わりを持っていて、フルタイムではなくて、あとは、えっと、いくつか、あ不動産系の会社だったりとか、 えー、社団法人とかを23個ぐらいお手伝いをしているみたいな。そんな感じの生活をしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あのお話聞くと多分様々なお仕事をされているんじゃないのかなと思うので、ちょっとそこら辺最初あのお伺いしたいなと思うんですけどもまあ、まず、あのタイトルにも書いてあります。はい、一番の目で取り組まれてるあのジョインズ株式会社さんのことをお伺いしたいんですけども、こちらはどんな会社さんになるんですかね？ はいえっと、地方の中小企業、いわゆる地域にあるような中小企業さんと、えっと、都会の副業人材あ副あの都会で、都会に住んで働いている人たちのマッチングをするようなサービスをしております。もうあの地方の中小企業、僕もいろんなところに回っていた人間なので、すごい分かるんですけど、うんうん、やっぱり人手不足がものすごくやっぱりあるんですね。で特にやっぱり 中小企業と呼ばれるような何十年も続いているけど、別に大きく成長しようみたいな,なか東京のベンチャー企業みたいな感じではなくて、あのその地場に必要なことをずっとやっている会社さんとかも、すごい高齢化が進んでいて、なかなかやっぱりそういうところに正社員で移住して転職しようっていう都会の人はあんまりいないっていうのが正直なところです。うん、なので、えっと、とはいえ、でも週 2, 時間あ、えっと、週2日とか。 あの月で何十時間とかだったら関わりたいんだけどなっていう人は結構やっぱりいらっしゃって、そういう人たちのノウハウをできるだけ地域に活用してもらうっていうところのマッチングをやってるようなサービスですあそうなんですね、その対象範囲っていうのは地域ってのは北海道から本当に九州まで。沖縄まで、はい、<あ>もうどこまでもあ,、ね、ありがとうございます。ちなみにその,その会社さん自体は東京にあるんですかえっと、今オフィスはなくて、本社はあの長野の白馬村っていうところに、あのその 代表の伊能というのがゆかりがある地なので、白馬にありますあそうなんですね、そうすると本当に皆さん、いわゆる出社をして働くというようなスタイルではなくて、それぞれの場所で働かれてるんですかそうです、まさにあの全員業務委託で成り立っている会社でもあって、なので全員その、なんていうんでしょう、会社の,あのビジョン通りというか、全員その副業人材という形で関わっていて、うん、なので僕もそのうちの一人で、週3だけど、あの 主さんの業務委託だけど、と CPO をやっているみたいなそんな感じの働き方をしてます。すね、皆さんが業務委託で働かれている会社っていうのもあるんですね。すなかなか多分会社の方がユニークかもしれない。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ちなみにそこでのその中垣さんの立場といいますか、立ち位置どんなあの役割を担っておられるんですかね。はい。えっといわゆる CPO という形なので、えっとプロダクトマネージャーの、うん、なんていうんでしょう、意思決定者みたいなことを知ってます。 プロダクトマネージャーを、なんか詐欺、ベンチャー界隈では結構馴染んできた感じはして、多分一般的にはそんなにメジャーじゃない職種なので、ちょっと解説をすると、あのウェブサービスを運営しているので、うん、ウェブサービスのいわゆるあの何でしょう行動を書くエンジニアみたいな人が、ゴリゴリと作ってくれる人なんですけど、うんうん、そもそもじゃあ、ユーザーがどんな悩みを抱えていて、何をしたくて、だからこういうふうな機能を作った方がいいとか、 なんかこういうサービスにしていった方がいいっていう、そもそも何、w a t の部分、何を作るのかっていうのを考える人がざっくりとプロダクトマネージャーみたいな感じの職種になってます。なので、普段はまさにユーザーさんに、普段どんなことしてるんですかとか、使いづらいところありませんかみたいな話を聞きながら、じゃあ、この機能をもうちょっと越した方がいいんじゃないかって言って、エンジニアさんと一緒に作っていくみたいな、そんな感じのお仕事をしてます。なるるほどありがととううございますそうすそ本当にあの でしょう目標ということでいうと、地方の会社さんと、まあ、東京のそういった人材をいかにこう結びつけられるかみたいなところを考えながら、どのようにそれをしていくかということを考えられて、サービスを作られて,るていると、はい、まさにおっしゃる通おりです。な,るほどなんかこう、それこそこう直近こう、地方に在住ですか、地方創生ですか、そういう文脈の中で、あの若者があの地方で働くみたいなことも、それこそ副業ということもちょっと認められつつある中で、なんかこう、 活発に動かれてるのかな？なんていう,ふうに勝手にイメージしてしまうんですけども、実際の実情っていうのはなんかどのような状況なんでしょうか？えっとユーザーの動きとかってことですかね？はい、いつで,でも本当に増えてますね。僕自身、その<ー>今のこのジョイントっていうサービスにジョインしたのが、えっと今年の4月なんですけど、まああの以前から地域への関心はすごいあったので、あのえ何て言うんでしょう。白書。 とかでどれくらいその移住希望者が増えているかみたいなのはずっと追ってたんですけど、データとしてもすごい増えているし、あのコロナ以降はやっぱりそれがすごい顕著で、あのジョインズっていうサービスが伸びたのも、やっぱりコロナ以降にぐいっと伸びた感じがあるので、うん、やっぱりその、でもとはいえ、やっぱり実際に移住しようっていうぐらいまで熱量が高い人は、全体の中でやっぱり一握りであもちろん増えてはいるんですけど、それ以上にやっぱり地元になんとなく関わりたいんだけどな。 って思っている、それこそ40、50代で、えーと、大手企業で結構いい役職に就かれているような方とかが、そのポジションを投げうってまで移住するっていうのは、なかなかやっぱりハードルが高い状態なので、うそういう方が結構登録してくださって、地域の本当にあの、なんだろうな、業務改善とか、マーケティング支援とかをなんか手伝っている人はすごい増えているなという感じですあそうなんですね、ちょっと私の勝手な想像だったけど、こう20代とか、そういう若者がこう行くっていうよりか、そういった40代、50代の方々が。 関わるってことも多いんですね,ですね20代の方はもちろん一つのボリュームゾーンとしてはいらっしゃるんですけど、でもやっぱりあの人口動態というと、やっぱ0 50代の方、ものすごく多いので、ま、うん、の,の方がが今は多いい感じですすなるほどありがとうございますちなみにそういったこう、まあ、事業に、まあ、週産として取り組まれている中垣さんですけれども、そもそもそこの取り組もうと思ったきっかけですとか、なぜそこにこう中垣さんが一生懸命やられている背景みたいなところ、お伺いしてもよろしいですか。 はいいありがとうございます、えっと、直接的な要因からまずお話をすると、えっと、直前まで別のスタートアップで働いていたんですが結構やっぱりあのスタートアップって20人とか30人とかいう人数であの本当にあらゆることをやらなきゃいけないので結構やっぱり大変でちょっと体調崩したことがありました。うん でものすごい好きなサービスだったんですけど、なかなかやっぱりあの、なん心と体がついていかないみたいな、なんかそこのズレがあって、一回ちょっとお休みをしようと思った時に、たまたまあの知り合いから誘われたのが今の会社っていうので、うん、あんまりなので、なんか能動的にいろんな会社リサーチした結果、ここに行きたいって言って、決めたわけじゃなかったっていうのは、すごいあの率直な直接的な理由です。で、うん、ですから一方であの間接的なというか そのお話をもらった時に行きますって言った理由はやっぱりもう少し昔にあって、もともと大学の時から、もっと言うと昔から旅行するのが好きだったので、日本のいろんな地域、いわゆる地域と呼ばれるような中山間地域とかに行くことが多くて、大学もそういう研究をしてます。うん、地域おこし協力隊っていうサービス、サービスじゃないや、制度かがあるんですけど、あ、うん、の i ターン、U ターンとかを支援する国の制度について調べていて、鳥取県、島根県を中心に2、30か所ぐらい。 あの中山間地域を回らせていただいてうん、うん、その中でやっぱりいわゆる都市と地方の格差みたいなものはあるなと思いつつでもそれも別に都会が上で地方が下っていう格差ではなくてもちろん逆のこともあって豊かさであったりとかあの空気の綺麗さとか人の少なさとか暮らしやすさみたいなところもやっぱりあるのでなんかその辺りをもう少しなんかなんだろうなお互いの関係性をかき混ぜていくというかなんか どっちが上下みたいなヒラルキーではない関係性をなんか作ることできないのかなみたいなことはずっと考えていたので、うん、なんかその文脈にすごい自分の,あのちょっとお声かけいただいた時の気持ちがバチとハマったのもありましたなるほどいやもともと少しこう地方と都市のこう人の交流みたいなものにこうご関心持たれてたりとかもっていうことな状況もあったんですね。すねはいおしる通り それこそ今年の4月からというところで、まだ8か月ぐらいですかね、しか経っておりませけども、ね、なんかその辺のお課題に対する、この会社の取り組み具合っていうのは、中垣さんにこうフィットするようなものなんですかね。そうですね、もう本当に、あの、なんだろうな、やり、こうあるといいよなって思ってたことのうちの一つみたいな、うんで。人の問題もあれば、お金の問題もあれば。 なんか例えばその物の売り買いっていう関係性もあるかもしれないですけど、やっぱりでも働くっていうのは、すごいその中でも強いというか、太い関わりだなというのはすごい思うので、うんうん、すごくなんか、やりがいを持って今はやってますあ。ありがとうございます。ちょっともう少しあの中木さんの働き方みたいなところにも、少し集中してご質問あてさせていただければなと思うんですけども、はい、それこそ今、週3で働かれてた他にもあのお仕事を持たれているっていうところで。 実際にこう働き方としては、いわゆる週5働いて2日休むみたいな、そんな働き方ではないんではいすかねそうですね、今、大体でも鳴らすとそれくらいになっている感じはするんですけど、はい、でもなんか、いわゆる一つの会社であの9時から6時まではあの毎日働いてみたいな感じではなくて、わりかし自分であの時間を調整しながら働きたいときに。うんうん まあ、大,体でも大体働きたいときなんで、大体働いてるんですけど、あの <laughs> 時間を選択しながら働いているような形です。すあ,あ、そうなんですね。その他の働かれる場みたいなものをどこかからのご紹介でとかで受け入れたんですねそうですね,そうですね。全部紹介ですね。だいたいなんかその信頼できる方から手伝ってほしいって言われて、ああ、だっるまるさんだったら手伝いもあるみたいなことが結構やっぱり多いですね。ああ、そうなんですね。なんかこう、勝手なこれもイメージなんですけども、それこそこう。 手伝ってほしいなんていうふうに言われたら、どんどん,なんです、ね、自分の仕事の総量がこう増えていってしまって、んか自分の時間のスケジュールがてんやおんやになってしまうのかななんてふうに勝手に想像したんですけども、だからその辺は、中垣さんはなったりしてるんですかえっと、なりかけた時はありました。なんかせっかく声かけてもらってんのに、断とんの申し訳ないなみたいな感じの時もやっぱりあって、うんうん、結構なんか一時的にそのなんていうんですかね、兼業する量が増えたりして。 そうするとやっぱりだんだんなんていうんですかね、一つ増えるだけで一気に、あの、咲かれる、なんていうんですかね、脳のシェアがぐっと持ってかれる感じがあって、なかなかやっぱり、かどれも中途半端になっていく瞬間があったので、今はなんとなくその、さっきちょっとお伝えしたような、都市と地域の関係性を何かあのかき混ぜていくような感じのお活動だったりとか、もしくはその、なんとなくやっぱり、 存在してしまっている格差を是正していくような方向性に頑張ろうとしている会社、団体とかを中心に。お手伝いしたいなとは思ってます。あ、一方こう軸がある中で、どんな手段があるかっていうところで少しずつこう入れ加えているって感じなんですね。そうですね。まさに。ありがとうございます。ちなみに、そんなこう働き方をされていったり、まあ、一方で通常にこう一つの会社で勤めたりですとか。なんかこう働き方としては大きく違いがあるなと思うんですけど、実際にこう長崎さんがそのいろんな会社をこうけ。 あの何でしょう副業しながら、副業っていうんですかね、いろんな会社を組み合わせながら働かれているこう良さとかメリットみたいなふうこを考えると、どんなふうに考えられていますか。ああ、そうですね。今年の3月まで、えっと、2017年に新卒入社して、そこから5年、5年ぐらいか、<laughs> まあ、ずっとあのいわゆる集合フルタイムのお働き方をしていったんですが、なんだまあ、やっぱりなんていうでしょう。 すごい社会とか、まあ、課題とかユーザーとか言われるものを何て言うんですかね立体的に見ることができるようになってきたなっていうのはすごい立体的なのか重層的って言ったらいいのかわかんないですけどなんかやっぱり一つのサービスをガッとやるのはそのサービスが解決しようとしているものに対しての解像度がすごく上がっていったりとかその 使ってくれているユーザーの気持ちがすごい分かるようになっていたりとかって、基本的には多分縦の動きっていうか直線的な動きが多いと思うんですけど、やっぱりなんかその似たような課題に対して別のアプローチしている会社とか団体で関わっているとあ、あなんかすごい近いと思ってたけど、全然違う見え方するなっていうのがやっぱり結構あるんですね。その参照するデータとかもなんか国が出しているデータで何パーセントのシェアみたいなふうに感じている会社さんと、 実際にその代表の原体験から、いや、こういう気持ちは解決しなきゃいけないみたいな気持ちからスタートしている会社さんとかだと、やっぱりそのなんか雰囲気も全然違いますし、課題に対しての解像度、うん、解像度っていうのか、解像度のレイヤー化みたいなのが違ったりとかして、うん、あなんかこの会社で見ていると、すごいこうだなって思ってたけど、実際そうじゃないかもしれないなみたいなのが、なんかその副業、兼業を経ていく中で、なんとなく自分の視点が。 増えていく感じがしてきた気がします。うん、もしかしたらそれは転職をなんかいろいろするっていう形でも解決するのかもしれないですけど、なんか僕にとってはいろいろと並行するっていうのはすごいなていうんでしょう。身に合ってるというか、うん、なんか視点が増えていって、うん、なんか解像度が上がっていった感じするなみたいなことは感じてます。ああそうなんですねな。なありがとうございます。確かに会社が一つ違えば見え方もやりたいことも違うので、うん、なんか課題をこう捉えた時にはいろんなタ面的な なんか視点が生何かこう今少ししかこうお話ししてないですけど本当にその課題をどう解決していこうかなっていうのを長崎さんはずっとこう考えられてる方なんじゃないのかなっていうのをなんとなく <laughs> あの想像させていただきました。ありがとうございます。はい、なので本日はなんかそういったこう課題をまずそもそも課題どのようにまあ出会ったですとか。 あの今のお仕事にこうつながっていく、まあ、過去を少しライフログとして人生の転機を固定していただいておりますのでそこを深掘りさせていただければと思っております、はい、改めてよろしくお願いいたしますはいお願いします、はい、まずあの最初の,あの天気伺いさせていただきたいんですけどもあのこちらは十四歳の,あの天気を記載していただいているかなというふうに思っております ま,あまずちょっとそもそもみたいなところで、長垣さんの学生時代、まあ、学生の時まあどんなあの学生でしたかっていうところからお伺いしていきたいんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、えっと、それはあれですかね、14歳ぐらいの中学,いの、ね、中学生。はい、中学か。どんな学生だったんですかね。<laughs> <laughs> でもなんかあの、なんだろうな、そんな目立つタイプでもなく、そんな手全然目立つタイプでもなく、でもなんか、かといって、 何か目立たない人たちと一緒にわわ仲良くやって楽しいみたいな感じでもなくなんかすごい習慣みたいななんかどっっちにつかずの微妙な人間だった気がしますあ結構こういう関係が広かったみたいなそういうことなんですかねい。いい言い方をするとそうですねなんか友達は多いけどでもなんかあのどっかのコミュニティに属するのがあんまり好きじゃなくて<ー>なんとなくその。 なんだろうなつまみ食い、コミュニティのつまみ食いみたいな感じの学校生活だった気がしますなるほど、そうだったんですね、なんかそんな中で、こちら、多分部活動の経験を書かれてると思うんですけども、まあ、キャプテンになるっていうところで、はい、なんか今のお話と少しちょっと、なんでしょう、つまみ食いできない状況に陥られるのかななんて思ったんですけども、そ <laughs>、ね、の経験はなんか、どんな天気だったんですかそううまさにその、もう本当にいわゆる天気として、なんですかね、妥当な内容だなと思ったので、期待したんですけど。 なんか大体その中学の時の野球部のキャプテンっていうとすごいあのできるやつエースがそのままキャプテンやったりとか、まあ、野球が一番上手い人っていうのは結構なることが多いと思うんですけどあの全然そんなこともなくてなんか下から数えた方が早いんじゃないかぐらいなあのレベルだったんですけどキャプテンに就任しました。で,でもまあ今思ってみれば 何ですかね例えばその野球ので素振りをすることがあったりするんですけどなんか誰よりもちゃんと素振りのをしようとか,なんか毎日ランニングを続けようとか,なんかそういうコツコツちゃんと真面目にやることはやってきたなとは思っていて、うん、なんかそれを監督およびその周りの仲間が何となく多分見,た見てたというか気づいてたのかなという気はしていて。 なので、なんか、いや、もうキャプテンは中垣がいいんじゃないっていうふうに何か言ってくれて、キャプテンだったって、本当にみたいな感じでしたけど、すごい、だから、なんか自分にとっても大きな、なんでしょう、絶対になると思ってなかったので、天気だったなっていうのはすごい思いましたうんうん、うん。なるほど、じゃあ自分も想像してなかったんですけど、皆さん、もしくは監督から周りからこう指名なんかを受けて、じゃあやるか、みたいなでうやられたんですね。まさに、そうです、ね。実際にいかがでしたか、そのキャプテンという経験、やってみて。 そうですね、そこからその高校のキャプテンを、まあ、中学キャプテンやったから高校キャプテンにしようみたいな謎の、なんていうんですかね、周りからの,あの押し付けみたいなのとか、うんうん、大学もなんかサークルの会長をまた似たように押し付けられたりとかみたいなのをやって、やっぱ改めて思うのは、あの向いてないだっていうのはすごい思います。それはでも、なんだろうな、それなりにこなすことは多分できるんですけど、やっぱ本心として、うんうん、なんだろうな、苦手だなっていうのはすごい。 あの思っていてなので、うん、なんていうんですかね、その、キャプテン業として求められるあのチームをまとめるとか、なんか問題が起きたときの,の第一責任者になるみたいなこととかは全然得意だと思うんですけど、うん、一方で、なんか、なんていうんですかね、そのチームの顔として、あの何かあ常にその顔として、なんだろうな、ちゃんとしていなきゃいけないみたいな責任感を結構、自分は強く持ちすぎてしまうタイプ。非常にうん 持ってしまうタイプで結構やっぱりあの疲れるっていいうのはすごいあの当時からありましたなるほどなんか今のお話伺っていてそれこそちゃんとやることを一生懸命やられているタイプであるがゆえにそういう自分以外のことになってくるとちょっと責任が大きすぎて潰れてしまうこともあるのかななんていうふうに 本当にそうですね。なんか、そんなことを少しこう思われながらもおっしゃっていた通り、なんか、大学まで、そういう、いわゆるリーダーといういキャプテンとい,いわれる立場に、こう、疲れ続けてたのは、なんか、そこまでついてからこそ思ってたのか、それとも途中からちょっと向いてないなと思いつつも、なんか、やり続けてたのかというと、どっちなんでしょうかああでも、なんとなく気づいてましたね <laughs>。<laughs> なんとなく苦手だなっていうのは思いつつ、でもなんか、とはいえ、でもなんか、なんていうんだろうな、ちゃんとやってない。 空間が嫌いなんですよねなので練習の時間になってもなんかみんなだらだらやるとかがやっぱ気になっちゃうのでなんか掃除の時にゴミが落ちてるとかいやいやちゃんとしろよみたいなのがやっぱ一番気になっちゃう人間ではあるのでそういんうん、うん、な時にあのなんだろうなちょっといやちょっとちゃんとやろうぜとかあの普通に積極的にゴミを拾ったりとかするとなんかいやあいつキャプテンじゃないみたいな感じになっていくっていう。うんうんうん あそうだよね自分もそう思うわ苦手だけどみたいなのはなんかやっぱ思ってた気がしますね当時から。なるほどじゃあそうすると自分の行動がなんかキャプテンを引き寄せてしまってるけれども自分自身はキャプテンを望んでるわけではないって <laughs> そ,、ね、そんなちょっと少しギャップがあったんですかね。そうですねそう。ここでちゃんとやれって言ったら <laughs> キャプテンっぽいって思われちゃうなって思いながらでもでもちゃんとやりたいもんなみたいなのは。 ああった気ががしまますすねなるほどありがとうございますちょっとこの,あのライフログには記載はないんですけども、この学生時代っていうのは、長垣さんはこう地方とかに住まわれてたんですか、いわゆるふるさとみたいなとこどにかふるさとは名古屋のちょっと郊外というか、あんまり街中じゃないところ出身ですうん、うん、あ、そうなんですね、その最初、冒頭申し上げてたようなこう地方と都市の課題感みたいなところは、ここに何か原体験が何かあったりとかはするんですか。 あ,あ,でもあんまりなくて、ああでも、えっと、うちの父が高校の日本史の塾の講師をやっていてそれもあって日本史にまつわる日本のいろんなあの史跡みたいなところに昔から行くことは多くて、うん、日本のそういう史跡って大体山奥なのでそれでなんとなく集落とか,なんかローカル線に乗ってすごい山奥に行くみたいな経験はその時からすごい多かったのでそれで結構景色を見ていたっていうのは。 大きかった気がします。なるほど、そうすると、その明確な課題感、その当時、何か持ってたってわけではないんですけど、接点みたいなところは。結構、なんでしょう、うなんと、結果的に増えてたっていう状況、そんな状況だったんですかね。です,です。もう、もう課題感とか、何も考えてなかったです、ね。<laughs> そうなんですね。ありがとうございます。このところで、次の天気に進ませていただければと思うんですけども。まあ、そういったこう、キャプテン業、いろいろ。やられてる、中の中で、まあ、ブックオフで、っていうことから、始まる天気だと思うんですけども。<laughs> 結構、こう、天気の中で。 本屋さんっていうのが、本と出会うっていうのがすごく珍しいなと思ったんですけども、こちら、ちょっと詳しくお伺いできますかはい、えっと、そうですね、もともと観光学あの、サイトスイングの観光、旅行の観光、さっきの,の,あの父といろいろ旅行したっていうのもあって、やっぱり旅行に関する仕事とか研究をしたいなと思って、っ観光学と呼ばれる学問をいろいろとやってました。 でなんか旅行って言ってやっぱりその観光で町,町づくりとか町おこしみたいなのやっぱり文脈が近いので,で,で観光町づくりみたいなことを研究することが多くてやってたんですけどでもなんか観光から入って観光町づくりに入って町づくりに入っていくと町づくりで観光は必要ないんじゃないかみたいな話がやっぱり結構あって一時的にその人を外から人を呼んでも結局その地域の人たちは幸せにならないんじゃないかみたいな話があってなんかそのお観光 研究してきたののに観光はダメなのかみたいなことを結構考えて、なんかそもそも地域のコミュニティが良くなるってどういうことなんだろうみたいなすごいなんか悶々と考えてた時があって、うんで、そこからさらに発展していくと、経済的に観光業とかで、えー、地域が発展したとって、まあ、もちろんそれで税収が増えて、あの福利、厚生が、福祉が良くなるとかあるんですけど、 とはいえなんかそうじゃない形での地域の幸せって何なんだろうなみたいなことをすごい考えることが多くなってた時期にブックオフにあの全然関係ない何だったっけんかの本を買いに行って本棚見てたらあのちょうどこのライフログに記載したんですけど山崎亮さんっていう方の本があって経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうかっていう結構挑戦的なタイトルの本をパッと見てこれだって思ってそうなのよって経済成長で幸せに なれるのかみたいなことをなんかなんでしょうなんか「そうそう」みたいなことを思いながら買ってそれがすごいやっぱりあの大きな転機になったなとは 何となくずっともやもやしてたところのなんか一つの突破口というかなんか共感できる対象が一つ見つかったっていうのは大きな出来事だったなと思いいまますす <laughs> なるほどありがとうございますちょうどこの時期になると大学生の出来事かなと思うんですけども、はい、いわゆる大学時代にこう熱中していたところはそういったこう観光業の地域との関わりとかそういったところを一番こう頑張って活動されてたんですかね。 そうです活動としては普通にサークルでギター弾いてたとかいろいろあ<ー>あの時間としてはそっちが多かったんですけどいわゆるその学問とか自分の思想みたいなところでいうとそこが一番長かったですね。あそうだったんです、ね、なんかそれこそこの本見つけるときにそうだそうだってなって多分おそらく読まれたと思うんですけどもなんかそこでの気づきやあそこから始まったあの行動だとかなんかそういったものはあったりしましたか そうでですねでも地域はそこからさらにいろいろ行くようになってしかも大体地域と地域の人ってつながっているのでうん、うん、なんか紹介でいろんなところを紹介してもらってあるようになったんですけどでも逆になんかだんだん分かんなくなっていたのいうが大きいかもしれないですね。かんな,くなったんですねそうですね最初はその地域でつながる人というか紹介してくださる人って例えば地域おこし協力隊でなんかその観光,観光局 地域のに勤めていてあのよかったらおいでよみたいな感じで言ってくれてすごいその人輝いてなんか地域の魅力とかを語ってくれるような人とかがいてああこういうなんかすごい楽しそうだなみたいなことを思ってでもそこからじゃあ,のあの漁師さんとかあの農家さんとか、まあ、普通にそこで暮らされている方とかの話を聞くと別にそんな,なんかキラキラしているわけではなくて普通に生活を営んでいる感じで。 なのでなんか地域、ちづくり、町おこしとかで、ううキーパーソンがなんかして、地域を盛り上げるためにこんな活動してみたいなのがやっぱり結構目を引くんですけど、うん、でもほとんど地域の大多数の人はそんなことなんか別にしてなくて、まあ、興味の幅も結構あってで、それでもなんか楽しく生きている、普通にあの幸せに地域、道、うん、の,の前の井戸端会議で話してあの喋っているおばちゃんとかを見て、 あの人たちには別に地域おこしとか関係ないんだよなみたいなことをすごい思って、な,なんかそこからさらに、なんか、まあ、地域もそうですけど、地域に関わらない、えー、もう少し抽象的な人間の幸せみたいなことをすごい考えるようになって、分 <laughs> かんなくなってきたみたいなのがなんか結構大学生通してあった気がします。そうなんですね。お話しってるととそそれこそ本とかでは とか学問の世界ではすごくこう議論されているような話題でありつつも実際に住んでいる方はそんなこと何も気にせず <laughs> <laughs> あの普通に生活をされていてっていうそこのなんかギャップというかこう違いみたいなところに少しモヤモヤされてたりもしたんですかね。そうですね、そうですね。なるほど、ありがとうございます。なんかここのそもそもこうこのこ行動みたいなところで少しお伺いしたいんですけどもなんかこう,こういったこう課題認識を持ってなんか観光局に行ってとかってお話されてましたけどもそれはご自身お一人でやられてたんですか そうですね一人とかあとなんかその時仲良かった友達と行くことがなのでなんかあのいつもこいつとみたいなペアみたいなのあんまなくて一体一人かなんかその時たまたま隣にいた友人とかを誘っていくことが多かったですうん、うん、へーそうなんですねなんかこうそれこそまずそ20歳前後でそのような大きな問いに出会うそれを探求しようって思うその心意気と言いますか なんかそれもなんか私にとってはすごいなって思いましたしかつその一人でなんかもうどん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 何でしょうそのな課題を解決するためにこう行動していってしまうっていうのもなんか自分の中で言うとなんか全然知らない土地に急に韓国行くっていうのもちょっとこう不安だったり怖いななんていうふうに思ったりしてしまうんですけどなんか中垣さん当時その辺いかがでしたか あんんまり考えてななかかったですねなんか怖いとかは、うん、まあ日本だしっていうのはあるかもしれないですね。あんまり世界に行ったことがなくて50か国行きましたみたいな方とかをよく見るんですけどまだ2か国ぐらいしか行ったことがなくてなので世界の情勢とか全然わかんないんですけど、まあ、でも日本だったらなんか安心なんじゃないっていうのはなんかどこかであってでなんか突っ込んでいきましたね。民放、うんね、みたいな感じでそうましたって。 そうすると意外と地域の方はこうあ、なんでよく来たみたいな感じで迎え入れてくれることが多いんですかそうですね、そうですね、まだまだの紹介ね、みたいな、あじゃあ、上がって上がってみたいな感じは多かったです、ね、うんなるほど、ありがとうございます。なんか、そんなこう学生時代、地域のことをこう研究されてというところで、これで実際にはこう就職活動が多分この後入ってくるかと思うんですけども、やはりその時のいわゆるまあ軸というか、会社を探すみたいな選択肢の中にも、地方っていうのは入っていたんですか えっとありましたが、えっと、その手前で就職活動をそもそも知ってなくて、うん、あの大学院に進もうと思ってたんですね、うん、当時は。なのであのその地域の研究を引き続きやりたいというのと実際に地域に行ってそういう地域おこしとか地域づくりの活動に一緒に参加したいプレイヤーとして参加したいというのがすごいあってその時になんか、まあ、学生ってすごい強い身分じゃないですか、うん、学生なんでって言ったら大体のことを許されるっていうのがあったのでなので大学院に進みたいと思ってた。 ので就活をしてなかったんですけど、でも、なんか大学院、大学院生の本文はやっぱり研究なので、研究興味ないんだよなっていうのはすごい自分の中で結構葛藤としてあって、研究はあんま興味なくて、地域の活動に参加したいっていうだけなので、なんか大学院じゃないかもなっていうのをすごい悩んでいた時でした最終的にには友達に紹介というかよかよったらおいでよって誘われた。就活イベントにゆるついて そこで唯一喋った2、3社ぐらいのうちの一つ、うん、リブセンスっていう会社なんですけど、そこに入社を決めて、あの就,就活終わりみたいな、そんな感じの、えー、すごい雑な就職活動をしてます。そうだったんですね。それこそ本当に、なんか一つの課題に対して、一生懸命、こう、うん、真摯にこう向き合われてた、こう、中垣さんが、こう、就職活動に関して、こう、ぽっとこう決められたというふうに、こう、<laughs> 少しん何も考えずにそう。 なんかその辺は、なんか、就職活動の時はそういう風になったのは、なんかどんなご事情があったんですかねあでもそうですちょっとさっき話した話とつながるなと思ってたんですけど、あの大学生を通して、地域づくりとかっていう部分あもともと言うと観光が分かんなくなって、地域づくりが分かんなくなっていってで、なんか人の幸せとか、なんか解決すべき課題みたいなのもよく分かんなくなっちゃっていて、うん、なんか、いわゆる就活って、なんていうんですかね。 よく言われるのがなんか10年後、20年後とかの自分のゴールとか理想みたいなのを想像してそこから逆算して最初の会社でどこに行くのがいいかみたいな話をよく聞いてたんですけどこんな,もうなんか問いすらも立てられない状況で理想なんか描けんってすごい<笑><笑>思っていてなのでなんかそういう未来からの逆算で、えー、ここに行くべきだみたいないわゆるロジカルな意思決定は僕には無理だなって思ったのは正直ありました。でその中で えー、結局、リブセンスという会社に決めたんですけど、それは、えっと、友達が紹介してくれて、自分が最初に出会った会社がリブセンスさんだったんですね。でかつ、そのままなんか仲良くなって、地域の人も紹介してくれて、2日後に徳島に行ってくるみたいなことが <laughs> あったりしたんですけど、うん、なんかその一連の体験を通して、なんかきっと、なんていうんですかね、そういうふうに地域の人を紹介してくれたりとか、自分の話を真摯に聞いてくれる会社であれば、おそらく、 間違ってないだろう未来の逆算からしたらもしかしたらもっと適切な会社がまさにさっきおっしゃっていただいたような地域に直接的に関わっている会社とかはいくらでもあったんですけどなんかそれ以上になんだろうな今のこの自分の信念とか今のこの自分の感じている直感っていうものはここの会社が大丈夫だって言ってるのでじゃあ大丈夫だろうって決めたみたいな本当になんか 言葉で伝わらないんですけど、なんかその感覚で最終的には自信を持って決めたっていう感じですね。そうなんですね、ありがとうございます。なんか本当にこう今のその時の状況を想像してみると、なんか本当に自分の課題というかこう、いろいろあってこう、なんかかんなくなってみたいになってくると、本当になんか一歩踏み出すこともできなくなっちゃうみたいなことって、なんかあの、まあ、就職活動じゃなくても、別の状況でもなんかあるのかななんて思ったんですけど、なんかそうやってこう、もうぐちゃぐちゃした頭の中でもこう一歩踏み出せたのは、なんかどんな。 高木さんの,その特性といいますか、考え方があったんですかねうん、うん、そうですね、でもなんかめちゃめちゃぐちゃぐちゃはしてたんですけど、特になん,かなんとなくのベクトルというか、方向性はあって、それがやっぱりその都市と地域って、なんかなんでな二分されているんだろうとか、うんうん、なんか格差と呼ばれるものはやっぱり存在しているな、なんとなくそれがさらに広がる方向じゃなくて、あの是正されていく方向にあるといいなとか。あとはなんかあの テレビ広告とかそういう、なんていうんですかね、いわゆる刺激の強いあの消費主義を促すようなものがちょっと強すぎるんじゃないかとか、なんかそんなことは、なんとなくやっぱり課題感のベースとしてはあって、でそこのディレクションはあったので、もしその最初に出会っていたリブセンスさんがそういう傾向の会社ではないのであれば、多分選んでなかったと思うんですけど、なんかそこの、なんていうんですかね、自分の信念というか、なんだろう、なんか。 行そのなんかそこに関しては合致していたっていうのはあったのでであればなんかどこ行っても変わんないだろうってちょっと暴論かもしれないですけどその大きなディレクションの枠組みの中に合致しているかつ、えー、と自分がでたまたま就職活動を始めたタイミングでたまたま出会ってすごいいいんかご縁をもらえたってだったらじゃあ間違いないだろうっていうのはなんか なのでごめんなさい、えーと、最初の質問に答えると、なんかもやもやはしてたんですけど、なんとなくのディレクションは持っていて、そのディレクションの中で合致していたっていうのは、すごい大きかった気がしなるほど、なんか本当に大きな価値観の部分で、少しこう共感するような部分があったみたいなところなんです、ね、そうですね。そうですねね どありがとうございます。あと、なんか、加えてもう一点、ちょっとご質問化されたいなと思うんですけども、それこそ、誰、どなたかの紹介で、みたいなところで、もう一社目で出会った方に決めたですとか、うん、まあちょっとこう、今日のインタビューと前にお話聞かったときも、どなたかの紹介、必ず受けるようにしてます、みたいな形でおっしゃっていて、やっぱ、こう、紹介みたいなところに、すごく、こう、価値観を置かれているんじゃないのかなというふうに、あの、察したんですけども、うん、その辺、中垣さん、いかがでしたかそうですね、でもなんか、 人のつながりとかなんか人技みたいなものは大事にしたいなとすごい大事にできているかは分かんないのでこれ聞いてお前してねえだろって言われたら辛いんだけどでもあのしたいなとすごく感じてます。何て言うんですかねなんかあのそれこそなんだろうな就職活動で自分の興味ある会社を100社並べて全部そのスコアリング化して一番最適なところに決めるっていうこともできるかもしれないしそれが多分人から紹介されてもそこに魅力がなかったら なんかいやそ,その対象に対しては興味ないから断るっていうことも多分できると思うんですけど、なんかそれ以上になんていうんですか、それが多分すごい合理モデルだと思うんですよね。合理的に点数化して採点して、ロジカルに決めるって。でも合理モデルよりもなんかもう少し、なんだろうな、満足モデルというか、なんかパッと出てきたものが、他にもっといいかもしれないけど、でもなんかこの人だし、いや、別に嫌じゃないし、みたいなので、なんか決めることはすごい多いし、結果的にそっちの方が満足度高いなっていうのは、なんかすごい。 なんか感じていることが多いですなるほどなんか合理的であるものが一番こう満足だみたいな風にちょっとこう考えがち私とか特に考えたりすることも多いんですけども,もちろんそれ一つの選択肢であって別の満足の仕方っていうのもいくらでもあるってうところなんですね。うんうん そうですね、そうですねわ。ありがとうございます。なんかすごく素敵すてあ,あれですね、はいにあの、僕は多分情報収集とかがあんま得意じゃないから、なんか合理モデルがそもそも自分の中で成り立ってないっていうことは大きいかもしれない。だ <laughs> <laughs> からもう来たら、まあいいでしょって決めてるって、そういう説はあります。<笑><笑>そんなこともあるんですね。ありがとうございます。高、うん、そういった形であの1社目を決められて、少し次の展開決めさせていただければと思うんですけども、はい 実際にこの人生の満足度でいうと、一番低いところに点数、マイナス50点というところに置かれておりますけれども、こちらは24歳の出来事、どんな出来事だったんでしょうか、はいえっと、この時はちょうど3年目か、えっと、3年目に入ったぐらいなんですけど、その手前で全社 MVP をもらって、なんかまあ波に乗ってた時期。うん でそのまんま、えっと、最年少でグループリーダーって、マネジメント、あの評価をしたりとか、人の年収を決めたりするポジションに3年目に、えー、ついて、まあ、なんか本当に波に乗ってる感じというか、敵なしみたいな感じで、その直後にマネジメントが辛すぎて、あのストレス性の帯状方針になって、1週間ぐらい仕事を休むみたいなことがあって、で結構、なんか、なんだろうな、ボロボロになってた時期でした。 であのちょっと補足をすると、このマイナス50点とかになっているところ以外は、基本的に100点に近い満足度で生きている人間なので、うん、ベースは高い人間なんですけど、本当にこの時だけはもうちょっとしんどいなって思ったっていうので、ぐわっと一時的に下がったっていう感じですそうなんですね、なんかこう、想像すると大変な状況なのかなっていうふうにはあるんですけども、特にこう中垣さんにとって、ここが一番つらかった、この状況の中で。 何かこう決めなきゃいけないこととかもしくはこう人間関係の部分ですとかなんかいろいろあるかもしれないですけども、うん、特にここが一番辛かったっていう部分はどこになるんでしょうかやっぱ人に評価する人を評価するとか人のフィードバックをする改善点を上げるみたいなのがやっぱりすごいストレスで、うん、あのもちろん気づくことは例えばそのなんだろうなあなたぐらいの年収感だとこういうスキルが求められていてであなたのスキルはここが足りてないので頑張りましょうみたいなことを機械的に言うことはできるんですけど。 でも別になんかそんなこと言っても彼には伝わらないし、なんか本当になんか彼彼女が持っているポテンシャルを引き出すためにはどうしたらいいかっていうのを考えなきゃいけないのがマネージャーだと思っていて、っていうなんかそのなんかあるべき論と、なんかでもとはいえ評価なので、あんまりなんか口いいこと言って、なんか年収下げますとかいうのも、なんかそれはさすがに責任との話があるので、<laughs> なんかその辺のなんていうんですかね、なんか。 なんだろうな、機械的にはやっちゃいけないけど、ある程度、機械的に数字は決めなきゃいけないみたいなのの、なんかギャップがすごいやっぱりストレスで、でかつまあ3年目なので、はい、あの全然10校上とか15校上の先輩たちの,あの評価をしなきゃいけないので、んなんでこんな若造に評価されなきゃいけないんだって絶対思ってるよなみたいな、なんかそういうところとかもあって、なんかもう、<laughs> 自分は何も言えないってなって、すごいストレスになってたっていうのはあります。 10個目の方を評価すするってごて <laughs> なかなか、ね、なんかまあ、よく、ね、年齢は関係ないよとか言われますけど、いやいや、関係あるよって、すごい <laughs>、その時は思ってました。<laughs> なんかそんな状況ですごく大変な状況だったとかと思うんですけども、なんかそこからまあこう次の一歩、進むためには、なんかどんな行動を取られたんですかね。そうですね、もう結果的にはあんまり、なんだろうな、能動的には取れなくて、もう離れた。 っていうのが結論何かなとは思いますいまあなんかその時はまあもっと頑張ってずるずるや,れやることもできたんですけどなんかでも持ちは持ちやじゃないですけどなんか本当にその自分が10個上の人を評価するよりも普通になんか自分よりも20個上の人が、まあ、もちろんあの年齢は関係ないんですけど、まあ、例えばですよなんかそういう人が評価した方が絶対にその人はストレスがないし結果的にいい方向になるんだったらなんか 普通に持ちは持ち家に任せた方がいいでしょうって思ったっていうのが大きかった気がします。なので僕はマネジメントでは多分やろうと思えばできるけどそこよりも自分はもっとやるべきことがあると思うみたいな話を上司にして、うん、ああ確かにそうだねじゃあこっち頼むわって言ってその次の,あのライフログのところにもつながるんですけどビジョンの再定義をするっていう結構でかいプロジェクトのオーナーをやって。 そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ、かこう改めてそのマネジメントって、それこそちょっと学生時代にあるちょっとキャプテンにも少しつながれるのかもしれないですけど、そのマネジメントをその当時経験したものがこう今にこうどんな,こうなんでしょう学びですとか、気づきなんかに生かされてますかね。ああ、でもそうですね。一番大きいのは、なんか、自分は人を見る能力は実は弱いんだなっていうのはすごい客観的に思いました。うん、なんか、なんだろうな。 仲良くなるとかはすごい好きなんですけど、でやっぱりその、ある程度能力感とか、えっと、思考性とかを評価する。なので、なんだろう、1対1の関係性というよりも、どちらかというと第三者的な評価をしなきゃいけない時があると思っていて、ああ、ごめんなさい、マネジメントの中のそういう観点ですね。で言うと、僕は多分、えっと、できるけど、それを相手に伝えるのが苦手だなっていう感じな気がしました。なので、なんだろうな、なんかコミュニケーションがなんか、 あのちぐはぐになっちゃうというかうあのマネジメント関係になっちゃうとなんかうまく喋れないみたいなのがすごいあったので多分自分はあんまりなんだろうな、えっと、性格的には向いてないんだろうなっていうのは必要になったらやんなきゃいけないけどなんか基本的には多分やらない人間の方があのお互いに幸せに生きれるだろうなっていうのはすごい感じたりしましたああそうだったんですねありがとうございますなんかそういうふうに何でしょう苦手なものをこうフラットに認識できるってなんかすごい 素敵だなぁなんていうふうに思ってなんか、なんでしょう、こう一般的には苦手なものをどんどんなんか克服しなきゃみたいな意識に働くのが、なんか、普通なのかなって勝手に想像するんですけども、うん、でも、なんか、ここで、あ、これは部分自分苦手なんだみたいな、こういうものに、こうなんでしょう、ラベリングをするというか、なんか、そんなところはこう中垣さんの、なんか、すごさなのかなぁなんていうふうに感じましたね。全然普通に克服できるぜひ <laughs> <laughs>、ぜたぜひ、いひ、ぜ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 ひ、あひ、ぜ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  あの残りの人生考えたときに、なんか克服して頑張れる道と、なんか別にそうじゃない道が、なんかやっぱ見えてきたなっていうのを感じますうんうん、うん。ありがとうございますそして別の部署にご移動になられてというところで、はいあまあ、人生の満足度で言うと、また通常の風に戻っていくってことになると思うんですけども、そちらのこのビジョンの最低義の事、まあ、業っていうんですかね、こちらは中垣さんに合っていたんですかね。そそうですねすねごいっってましたざっくり言うとその 会社のコーポレートビジョンっていうのが大体あると思うんですけど、まあ、そこを引き継ぐ形で、えーと、例えば当時はアルバイト求人事業をやっていたので、そのアルバイト求人事業として、アルバイトのどういう課題をどんなふうに解決していくのか、我々はなんで存在しているのかっていうところをあの、事業の単位で考えることがあって、もともとミッションあったんですけど、うんうん、それをなんか改めて今いるメンバーで再定義しようと、自分たちの言葉で語れるようになろうっていうところのプロジェクトを。 推進しているような形で,すで、なんか、なんていうんですかね、ものすごい抽象的というか、なんか、答えがそんなに分かりづらいようなあのプロジェクトだったので、あの自分の,その大学時代のぼやぼやの,あの話とかも絡んでくるんですけど、結構そこの思考を普通に仕事でするみたいな感じで、なんもともと、なんだろうな、好きでやっていたことが、そのまま仕事としてもできるみたいな、なんか、そんな感じでした。あいな こう議論をこのか会社の中でやっていくってこう考え方のプロセスは少し似てたところがあったんですかね。なるほど。ありがとうございます。まあそういったこうお仕事をされて、まあ、少しまた次の天気、進みたいなというふうに思うんですけども、一方で、多分このタイミングの前後でこう転職みたいなことをこうご経験されてるのかなと思うんですけども、はい、こちらはなんかどんな経緯で転職みたいなことにされたんですかね、はい、ちょうどそのミッションの最適とも重なるんですけど、その改めてその大学以来の深い問い。 にずっとと沈んであの考ええることが増えた時にあのアルバイト市場ってまあものすごい社会課題が多い市場なのでいわゆる非正規雇用の待遇問題であったりとかあの、まあ、待遇だけあのいわゆる給与っていう待遇だけではないそのオンジョブトレーニングの少なさとか、うん、あの正社員に戻ることがものすごい難しい今の日本社会の構造だったりとかみたいなことをすごいいろいろ考える中でそれをなんかどう解決していこうとかどこから着手しようみたいなことを、まあ、もちろん仕事なので。 考えるんですけどっていうのと同時になんか大学以来考えていたその人の幸せとか都市と地方の関係性とか地域の人たちああそういえば昔そんなこと考えてたなみたいな,なんかすごいそこがつながった感じがしたんですね大学の時の自分個人としての課題感に対する思考とその仕事のミッションのところっていうのがつながってきた時に今はたまたま自分がこのサービスに関わっているからそこの課題をガッと考えてるけどでももしそのなんか制約がなかった時に 多分自分はそこよりも都市と地域の関係性のことを考えたいよなってふと思って、うん、だったらなんか改めてそれを仕事にするというか,なんか自分が本当に課題感を持っているまあなんだろうな個人としてのミッションを一番持っている領域をそろそろ仕事にしてもいいんじゃないかっていうのはすごいその時に強く感じてなちょっと会社には申し訳ないんですけどなんかその、うん。 会社の課題を考えまくった結果、個人の課題にシフトする道を選んでしまったという形になって、自分にとってはものすごく大きな大事なあの時期だったなとすごく思います。と、うん、いうのもあって、えっと、直接的に都市と地方の関係性をかき混ぜようとしているポケットマルシェって今メう、今、雨風太陽って会社の名前になったんですけど、農家さんと、えっと、都市の消費者をでしょう直接つなぐようなプラットフォームを。 していて直接産直で買えるみたいなメッセージのやり取りとかをして、ちょっと仲良くなるみたいな。なんかそんな感じのサービスに転職しました。あ、そうだったんですね。なるほど、ありがとうございます。なんかそういった個人のこうミッションをもう一度考え直した中で、自分に最適最適で言います。その時一番いいと思った。会社に転職されたって話あったと思うんですけども。じ1社目の時はどちらかというとすごくこうもやもやされて、それでもなんか大きな枠組みの中では合ってる。会社こ選択されてっていうこう1社目と2社目のこう。決め方みたいなところは。 だかご自身の中での変化ですとか、まあ、その自分に持っている課題の解像度みたいなもの、数年経って、少し変わってい、ね、そうですね、だいぶ変わってた、引き続きモヤモヤはしてたんですけど、でもなんかそのモヤモヤの、なんか雲の厚さみたいなのは、だいぶ変わってた気がします。<laughs> ああ、なるとそ,そこでこ、より解像度の高い中で選べた会社にはなるんですね。 そう,そうですねそう、そうではあるんですけど、結果的に決めたのは、友達の紹介だったりとか <laughs>、なんかあの、いわゆる、なんだろうな、転職サイトに登録して、何社も話聞いて、ここにしますとかではなくて、やっぱりでもなんか、その課題感をずっと持っていたので、なんとなくその転職先としてではなくて、普通に日々のリサーチとして、そういうことをやってる会社とか事業は、詳しくチェックはしていたので、うん、その中の一つに友達がいて、ちょうど友達が声をかけてくれて、で、おっ、 じゃあちょっと気になるかもって言って話を聞いて、もうその場であのじゃあ入社します。って入るみたいな。そんな感じのやつでした、えー。なるほど、ありがとうございます。実際に定職されていかがでしたか？ いやでもものすごいやっぱり引き続き好きなサービスですしあの結果的にその思いん、うん、が強すぎてやんなきゃやんなきゃが強すぎて結局体がついていかなくてちょっと体調崩しちゃったんですけどでもなんかものすごくやっぱりあの社会に広がるべきサービスだし一次生産者がどれだけ週間搾取されているかみたいなことはなんかより社会に通っていかなきゃいけないよなっていうのは引き続き思ってます。うん そうだったんですねまたちょっとこう体調の方を崩されたという話があって、まあ、次の天気に、最後の天気にみたいなと思うんですけども、はい、この時はどんなような、まあ、原因といいますか、状況の中で体調崩されてしまったんですかねあでもそうですよね、本当にざっくり言うと、さっきの、えっと、心と体がついていかなかったみたいなところで、心としてはやっぱり一、えっと、位生産者の今、平均年齢って70とか、すごいやっぱり平均年齢が高い中で、あの国としては強い。 農業という形でより売れる収益性が高い農業をやっていきなさい,っていう。なので、なんかあんまりその、あのー、人が生きていくために必要な食べ物を作るみたいなことよりも、よりやっぱり売れる経済性が高い方にシフトしていく、うん、収益性高めてコスト下げて、費用対効果上げていきましょうみたいなのが農業にもすごく入ってきて、分、まあ、かるんだけど、実際にやっているそのおじいちゃん、おばあちゃんとかじゃ今からトラクター買って、近くの畑まで大きく開墾して、 やるかかっって言ったららそれが本当に彼のの幸せなのかみたいなことをすごいやっぱり考えてそこをやっぱり変えていかなきゃいけない地域の人と直接つながるつな、うん、がれるスーパーで野菜買うのもいいけどあのたまには EC サイトを使って生産者から直接話を聞いて買ってであこのほうれん草ってそんな大変な思いして作られてんだみたいなのに思いを馳せないとこのままだってやばいよなみたいなことをすごい当時は考えていてうん、うん、っていうその このままだとやばいみたいな思いで、もうめっちゃ働かなきゃみたいなふうに気持ちとしては働きたいんだけど、さすがにやっぱりあの人間の体力の限界っていうのがあったので、それで途中から体がついてこなくなって、でも気持ちとしてはもっとやりたいし、やんなきゃいけないみたいなのが結構やっぱり帰りが生まれていて、さすがにちょっと休んだ方がいいってなったのが今年の2月、3月くらいでした、うん。そうだったんですね。本当に何でしょう。こうポ,ポジティブって言いかずあれなんですけども、どなんかこう。 人間関係がちょっととか、それこそ自分の能力との差がとか、そういうのではなくて、もやりたくてやりたくてっていう形でも、そんな風になることがあるんですね。そうですね。まあ、中にはやっぱり能力の部分もあったと思いますけど、なんかこうあるべきだけど、自分がここのスキルないからできないや、どうしようみたいなのもあったりしましたけど、ですね、あまりなんかの、あいつが嫌だからとか、そういうわけではなくて、本当なんかそこの自分の背負いすぎたミッションと、なんかその実際の自分が手を動かせる。あの アウトプットの帰りは結構やっぱり心にきた感じでしたね。その時の状況って、なんかおっしゃっていただいた通りこり、目の前、一生懸命やりたいのに体がついていかないっていうのが、なんかこう、心境といいますかそ、のその体調が悪くなっていったのは、ご自身でも気づかれてもいたんですかね、それとも本当に気づいたら、なんでしょう、体がぼろぼろだったみたいな。ああ、でも気づいてましたね。 てましたでこれは多分あと1ヶ月しか持たないなって思ってやって、1ヶ月以内にそれが片づかなくて、なんか、プツンと糸が切れたっていう感じ、だからああ、やったか、ちょっと無理だなっていう、なんかもう、引き際なので、もうなんか自分が一番分かっていたので、これはダメだって言っても、あの申し訳ないけど、もうちょっと無理ですって話をしたような感じです。あそうだったんです、ね、なんかそういったこう話をした中で、こう会社的には周りの方々は、なんかどんなふうに中垣さんを扱ってくださったんですか まあでもすごいあのなんだろうな頑張ってくれてありがとうって感じではあったんですけどでも自分としてはなんか急にあんなやってたやつがなんか退職したんでやめますって無責任だろみたいなことはすごい自分の中で思っていてなすごい申し訳なさというかなんかでもちょっと今もう働けないんだよなみたいな,なんかそういう感じがすごい。 もやもやというか、っていうのもあって結構、ライフログ的にはマイナスにガッと落ちたっていうのはありましたなるほど、そして、まあその、今年の2月ぐらいに、まあ、そのような状況になってから、最初お話しいただいた4月の,あの新しい日差っていう流れがあると思うんですけども、そ,ねのね、その2ヶ月のこう流れみたいなところで、それこそずっとあのフルタイムで働かれていたところから、今の働き方に変化されてたと思うんですけども、この辺はご自身のどんな考え方で、そのような働き方を選択されたんですか。 でもそれもなんか、なんて言うんでしょう、積極的に今こそフリーランスだみたいな風に思ったわけでは全然なくて、うん、あの結果的に誘われた形が週3のフリーランスだったので、あのその知り合いの方から、なので、フリーランスになったっていう感じ、はい、結果論が大きいですね。ただでも、それもやっぱり、あのなんだろうな、ただ誘われたからだけではなくて、なんか、週庫フルタイムの,その決められた箱の中で何かをやるっていうことは、ちょっと苦手かもなっていうのは、なんかその、 ずっっと前から思ってたので、うん、ある程度働き方に余裕がある、それが裁量労働という形でもいいし、フリーランスという形でもよかったんですけど、それがたまたまフリーランスという形で声がかかったので選んだみたいな、そんな感じです。なんかそこはあんまり自分の中で変わってないなっていうのは、なんかなんとなくやっぱりディレクションというか、ベクトルはあって、その中に合致するものであれば、できれば知り合い経由でそれを選んであの進んでいくっていう意思決定は、なんか結構あの変わんないんだろうなっていう気はしてます。 ありがとうございます。なんかその自分に合う、その会社の働き方があって、それに自分の働き方を合わせるって考え方もあるのかなと思うんですけども、なんかこう、中垣さんのお話聞いていると、なんか自分の確固とする、なんかその考え方みたいなものがあって、それに合うものをこう、頑張ってこう探されてるっていうようなこう印象を受けたんですけども、なんかその辺は中垣さんの中でこう、思っているところとかっていうのはあるんですかそうですね。でもなんか、探してるっていう感覚よりも、なんか結構、 多分なんか気づかない中で、いくつも何ですかね選べる選択肢は来ていて、でもなんかそれが自分のその、なんてか、フィルターに合致してないと、そもそも選択肢とすら思ってないんだろうなっていうのは、すごい思ったりしました。なので、なんかそうですね、積極的に探してるというよりなんか日々の多分なんかニュース見るとか、なんか友達としゃべるぐらいの中に選択肢はいろいろあって、なんかそのタイミングで方向性が合致したところを選択してきたのかもなとは思ったりします。 なるほど、ありがとうございます。なんかこういったお話を伺っていく中で、まあ、現代に戻ってきて、お時間もそろそろ迫ってきてというところは、はい、はい、<laughs> ありまして、最後に少し何点かご質問を重ねさせていただいて、この場を締めさせていただきたいと思っております。はい、1一点目はですね、今、ちょっと過去を少し遡らせていただきましたけども、まあ、改めてあの中垣さんがこう大事にされている価値観みたいなものをお伺いしたいなというふうに思っております。はい、今あの、本当に話の中で何回か出てきたところで言うと、 あのやっぱりなんとなくの,その理想とする姿みたいな方向性というか、これは嫌だなみたいなものの逆張りみたいなのとかはあるんですけど、あんまりその理想からちゃんと逆算をして、マイルストーンを立てて、ここに進んでいくみたいなことは得意じゃないし、あまりやりたいとも思わないタイプなので、なん,かそのなんとなくの格差を是正するとかっていうぐらいのふわっとした方向性感と、なんかそのタイミングで、あこれだったら満足できるな。 まあもっといいものがあるかもしれないけど、全然これで満足できるわっていうものを意思決定していくっていうのは、なんか、あんまり変わらないというか、なんだろうな、大事にしていることかなと思います。それは、直感っていう言葉をよく使うんですけど、うん、なんかその大枠なあディレクションと、そのタイミングで妥当だと思ったものっていうのが、なんか直感としてなんでしょう表現される言葉だと思うので、僕はすごい直感主義者というか、直感推奨派っていう感じの人間です。 今おっしゃっていただいた通り、明確なこう目標を定めて、そこから今の自分、何がすべきかというところで登っていくような、まあ、スタイルと、今おっしゃっていただいた通り、こり、少しこう直感的にこう動く働き方、2つのこう動き方がもし仮にあるとすると、なんでしょうこう直感派の中垣さんからするとこう直感派のメリットみたいなところで言うと、どんなところがあるんでしょうか。そうですね,ね 何だろうなで、僕はもう前者が苦手なので <laughs> あのそう、理想から引くのが苦手なので、も直感でしか生きていけないのでっていう感じではあるんですけど、でもまあなんか楽だなと思います、いろいろと。うん、なんか厳密に考えてから、常に今の道が外れてないかとかっていうのを考えないので、まあなんかなるようになるし、たぶんまた新しいタイミングが来たら、なんとなく頭でピンって分かるんだろうなっていう、ちょっとした運命論みたいなことも感じながら生きてるので、なんか。うん 楽しく生きても、<laughs> もしかしたら全然、全社の人もね楽しいと思うんですけど、<laughs> その生き方も働き方、選び方もあるんだよっていうところですかねです。ありがとうございます。はい、選択肢の人つとして、はい。2点目のご質問になるんですけども、それこそ少し将来のお話も伺いたいなと思っておりまして、まあ、過去と現在お伺いしたので、少しどんなタームでもいいんですけども、将来の展望についてもお伺いできますかはい、そうですね。でも先ほどお伝えししたた通りりあまり確としたこういうい ふうになりたいとか、こういう感じをしたいみたいなのはあんまりなくて、でもやっぱり、すませごめんなさい、繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱりなんか、あのどんどん歪みが大きくなっている部分っていうのは、やっぱり是正されていかなきゃいけないしあの、素晴らしいことをやっているのに認められないとか、まあ、今の,あの社会システムでいうと、お金がもらえない人とかをなんか減らしていきたいっていう気持ちはあります。のでなんかそこに なんだろうな対してえっと活動している人のサポートをしたりとか実際にそれを自分がやる一人の活動者になったりとかっていうところはゆくゆくやっていきたいなと思っていますありがとうございます。 最後にもう一点だけ質問重ねて終わりにしたいなと思うんですけども、はい、それこそ今日のこう話の中でもまあ幸福みたいなワードが何回か長崎さんからの言葉からも出てるかなと思ってますし、こう社会全体の構図っていうのはまあ明日すぐに、明後日すぐに変わることはなかなかないのかなと思ってるんですけども、それこそこのまメディア、まあ、この記事を最終的に読んでいただくまあ10代、20代の方々が少しでも一歩こう踏み出せるような あー考え方や自分のやりたいことにつながっていくために、なんかどんなアドバイスをいただけたりしますかねはい、そうですね、僕、あのユニークっていう中で、ちょっとあれなんですけど、そんな別にユニークな人間でもないので、学生時代からなんかすごいあの会社で頑張ってとか、あの世界を旅してっ,てっていうわけでもない人間なので、本当になんか、なんだろうな、そういう。 あんまりユニークでもなんかそれでもあのなんだろうな日々の行動指針とかをベースにしながらこっちかなって言ってなんかよちよちと頑張っていった結果それなりに今楽しく生きていけてるのでなんかあの特別なことをしなくてもなんか結果的には何でしょうねなるようになるんだよとあの心からそれは思ってますっていうことは伝えたいなと思いました <laughs> ありがとうございますなく優ししい背中をこううてくださるような させていただいてありがとうございます。本当にいろんなお話聞くとあっという間の一時間ではありましたけれども、一旦この場を示させていただければなと思っております。え本日はですね第八百五十回え日々の行動心を持ち直感を信じるジョインズ株式会社え執行役員 CPO 中垣智春さんの人生観に迫るというところで中垣さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。